Welcome to Superstar Channel. はい、スターズチャンネルへようこそ。 JIDC2022 が来週末8月6日に迫っております。今日はですね、動画の方で審査基準だったり走り方の方をまとめていきたいと思います。皆さん、チケットの準備はいかがですか？もう8月6日に向けてですね、いろいろな、まあ、沖縄、東京、関東、東北の方からですね、いろいろな方が必ず当日は行きますということでチケットを買っていただいている報告をいただいてますので、結構盛り上がるんではないかなと思います。ぜひね、会場に来られた場合はですね、この注意するところとかいろいろな動画を見て勉強していただいてですね、来るお客さんも一緒になって一体で楽しんでいただければと思います。ではですね、ドライバーさんとメカニックさんに向けてですね、まずコースの説明と今回の審査ポイントについての審査基準ですね、について説明の方をしていきますので、必ずチェックしていただいて、当日、審査員の方にもし質問があるようでしたら聞いていただければと思います。ではまずですね、こちらの図をご覧ください。でこちらは会場の全体図となっておりまして、奥伊吹の駐車場を上から見た図となっております。でパドックの方がですね、山側の方になりまして、つい先日、ピット割りの方は発表させていただきましたので、そのような区割りになる予定です。でこちらの方はですね、1チーム 6m×6m で計算をさせていただいておりますが、当日測って少し誤差がある場合、まあ、10センチ少ないよとか10センチ多いよとか、そういう場合がありますので、そこは少しちょっとご了承いただければと思います。でピットとピットの間の通路の方は6メーターで計算の方をしておりますので、余裕はあるかと思いますが、その辺もご注意ください。でコースの、パドックの右側ですね、こちらの方がブースエリアとなっておりまして、今回なんと15社16社ぐらいはブースの方を出していただけるということで、こちらの方でブースとあとケータリングね、ご飯の方が出るので、こちらの方で一般のお客さんは楽しんでいただければと思います。でコースの方がですね、こちら第4駐車場になるんですけれども、今回スタート地点が、下り坂の途中からということになっておりますので、こちらを下ってトイレの横を抜けてストレート入っていただいてコースの方に入っていただくという作りになっております。でこちらの黒い線の方がスタートとフィニッシュラインっていうところがありまして、そこを超えるとまずゾーン1、こちらの紫のところですね、こちらがゾーン1になります。でこちらを抜けていただいて振り返してゾーン2で、さらに振り返していただいてゾーン3と、そして振り返して最後ゾーン4でフィニッシュラインを超えて終了というようになっております。そして走った方は、連絡通路の方からパドックの方へ戻っていただくと、これの一周の、一方通行になりますのでご注意ください。で続きましてタイムスケジュールの方は、ホームページの方に詳しく載っておりますので、そちらの方を確認してください。で8月5日フリー走行なんですけれども、ゾーンの方はこちらでは引く予定はありませんので、その代わりにゾーンがある場所にパイロンの方を置かせていただきます。でそちらの方を参考にしていただいて、ゾーンの、取り方とか練習に生かしていただければと思います。で8月5日のは、駐車券メカパスは、参加者の方はそのまま入れますが、お持ちでない一般の方入ることはできますが、お一人1000円と駐車代が1000円必要となりますのでご了承ください。で続きまして早速ですね、今回のオマーンの審査基準について話をしていきたいと思います。まあ、今回オマーンの大会に向けての、まあ、日本予選という位置づけでやっておりますので、基本的に審査はオマーンとほぼ似たような、まず、まるっきり一緒ではないですけれども、似た形に作らせていただいてありますので、ご注意ください。ではまずこちらの表を見ていただきますと、基本的には持ち点100点からの減点方式となっております。まず、スタートしてからですね、パイロンタッチ。こちらがマイナス10点と
なっております。で続きましてスタートして直線を、走っていただいて、イニシュエーションの、スタートラインのところですねを超える手前から必ずドリフトを始めてくださいと。超えてからドリフトをした場合はマイナス10点。で続きましてサイドブレーキの使用と。でこちらは、リアタイヤのロックを見ておりまして、まあ、ロックした時点で、マイナス5点からマイナス10点というようになっております。で続きましてラインを踏んでの走行、これはゾーンの外側イン側両方を指してますが、ラインを踏んだ場合は1回につきマイナス5点で、ラインを超えましたとオーバーランした場合はマイナス10点。で続きまして 車両挙動の乱れが1点から5点引かれますと。こちらの方はアクセルのオンオフだったり急激なステアリングブレーキ操作で車の姿勢が乱れた場合に、点数が引かれます。次にですねフロントステアリングの修正と、1回角度を決めたら基本的にはそのまま、ステアリングの方は角度を維持していただくのが一番です。それの修正があった場合はその都度1点から5点が引かれますと。でフィニッシュラインを超えた時点での持ち点の合計が点数となります。ですのでゴールした時点で、審査員である深田さん、ラビーさん、上本さんの持ち点の合計をドライバーさんの点数に反映されるというようになっております。で合計点が同点の場合は深田さんの点数の多い方の順位が優先されます。でさらに同じ場合はラビーさん、さらに同じ場合は金本さんというようになっております。で、それ3人とも全く同じ場合は出走順で、出走の早い方の方が不利なので、その方を順位を上とさせていただきます。ただ32位の場合は3審査員同点の場合は単走をもう1回していただいて、点数を決めて順位を決めさせていただきたいというふう、というふうになっております。で続きまして進入方法です。サイドブレーキ、クラッチ、荷重移動等進入方法は自由ですと。サイドブレーキの場合はロックすると減点になりますし、2度引き、長引きはさらに減点対象となります。で続きましてアクセルオン、アクセルオフエリアと、ドライバーは右図赤色の線のアクセルオフエリア以外では常にアクセルオンを維持しなければならないと。で左足ブレーキの場合はアクセルオンとみなします。続きましてゾーンの審査ポイント、基本的にはゾーンの入り口、真ん中、出口3箇所、まあ、図にあります紫のところで、線を踏んだか線をまたいでいるかっていうのを判定しております。はい、続きましてラインジャッジですね。進入時コースの半分以上を使用しての蛇行での進入は減点となります。ゾーン1、3、4はリアタイヤが2本入っていること、インアウトともにラインを踏むと減点となります。ゾーン幅は約 1.8 メートルというふうになっております。でゾーン2はフロントタイヤが両方のゾーン内を通過すること、でこちらはゾーン幅約 1.5 メートルとなりまして、インアウトともにラインを踏むと減点となります。続きましてアングルジャッジ、アングルはゾーンにリアタイヤが2本通過できる角度がついていることと、角度の深さよりも同じ角度を維持してゾーンを通過する方が好ましい、打角修正、フロントアングルの不要な動きは減点となります。走行方法について、イニシエーションコーンの手前よりドリフト姿勢になること、進入時は自分が必要とする角度まで素早く操作すること、一度つけた角度は変化なく保つこと、振り返しはスムーズに行うこと、急激なアクセル、ブレーキ等操作で車両の動きに乱れがないこと、アクセルオフエリア以外でアクセルをオフしないこと、一定のアクセルスロットル回路を維持すること、自信を持ってゾーンへアプローチすること、続いて走行で以下のようなミスをした場合、その場合には得点が与えられませんと、0点になるということですね。スピン、走行中にボンネットやドアが開いた場合、ゼロカウンターになった場合、三輪コースよりはみ出た場合と、アンダー20の場合は、コースアウト三輪出ても、0点にはなりませんので、そこはご注意ください。
はい、続いて予選の走行方法ですね。まず呼び出しはありません。ですので自分の順番を必ず見ていただいて、並んでいただくようにお願いいたします。で、自分の前の車両がウォームアップ前ゾーンに入った時点で待機場所にいない場合は走行を危険とします。ウォームアップ前ゾーンにてエア圧を測定しますと。で、こちらの方は今回のレギュレーションであります 2.0 キロというところをスタッフが測っております。で、こちらのエアゲージの基準で測らせていただきます。で、 2.0 未満だというのが発見された場合はこちらで 2.2 までエアの方を入れさせていただきます。そしてマイナス10点のペナルティがありますと。で、こちらは雨天時の場合はエア縛りはありませんのでチェックの方もありません。で、走行が終了してフィニッシュラインを越えたところからなんですけれども、フィニッシュラインを越えながら右へ曲がって連絡通路より上の駐車場へ戻ってくださいと。これをまっすぐ戻ってしまいますと、戻るのに時間がかかって、練習走行とかの場合が時間が取れなくなってしまいますので、ここはもう全員単走時も練習時も追走時も統一ルールとしてフィニッシュラインを越えた場合、あとは右側へ回ってください。ここはご注意くださいね。特に追走の場合は後ろの方がいますので、必ず右の方へ大きく回って出ていくというところは必ず気をつけてください。で、今回はですね、単走予選までの走行方法と、審査基準について説明の方をしました。まあ、ドライバーさんはもちろんメカニックの方で来られるお客さんもこのような審査基準で審査されているんだというのをしっかり見ていただいて走行していただけたり観戦していただけるとより楽しめると思いますので、ぜひしっかり勉強していただいて当日お越しいただければと思います。またわからないことはですね、まあ、ドライバーさんに限り、ドライバーさんのメカニックさんですね、わからないことは、当日ブリーフィングがありますので、そちらの方で、必ず審査員深田さんかラビーさんか海本さん、どちらかの方に、聞いていただいてしっかり基準をね、確認していただければと思います。運営の方ではですね、3人の方にジャッジを任せておりますので、審査基準に等はお答えすることができませんのでご了承ください。そしたらまた会場等でわからないことありましたらぜひ聞いていただければと思いますので、当日はよろしくお願いします。それではまた解説ありましたら次の動画にしたいと思いますのでよろしくお願いします。